皆様こんにちは。こんにちは。今回の動画は、E231系の老朽化疑惑。そんな古い車種だったか。900番台が1998年、0番台が2000年、500番台が2002年だぜ。まあだいたい製造から20年くらい経ってるかな。もうそんな古いのか。まあ見てこうぜ。一つ目はこれ。ひでえな。なんでこうなるかね。知らねえ。ちなみに車体番号はこれ。8号線の車両だな。3000番台は0番台の改造車だぜ。そうなんだ。座席つながりだと、こんなのもあるぜ。ピコピコ言ってな。だいぶ前に主が動画上げてるぜ。車体番号はこれだぜ。ボロ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 。お前もいずれはボロになるぞ。まあ、最後に行くぜ。幕切れ。いや、違うぞ。車体番号は知らねえ。とにかく表示の一部が欠けているんだ。表示が欠けない俺にはわからんがな。俺は欠けるかもしれん。今回はここまでだ。皆様さようなら。バイバイ。8号線を取るときはマナーを守って取ってね。車掌さっくり券とかがあったからな。後買いなし列車には乗るなよ。